今日は女性自身、これ女性セブンか、もう今年終わりの号ですかね。まあいろいろあるんですけど、一応あるんですよ、宝塚の話題がね。はい、LINE で全部公開って、なんかこれで僕はでもどうなんですかね、 LINE でここで初めて見た文言もあるのでへえと思ったんですけど、アイラさんの遺族側は劇団による過重労働とパワハラが彼女の心身を蝕み自殺の引き金となったと主張しています。過重労働や安全義務違反があったという点は劇団が認めていますが、パワハラに関しては双方の主張は平行線のままです。劇団はあくまでも伝統的な指導の一環という姿勢を駆使します。これでも無理あるんだよな、伝統的な指導の一環、それがパワハラなんだって話なんですよね。それパワハラした側が言うことではない気がするんだよな。これすごいですよ。休暇、休園期間、ふるさとに帰っているような劇団員も多かったのですが、劇団からの急な呼び出しが複数回ありました。しかも前日に明日15人で集まってくださいなとアナウンスがされるんですと。慌ててチケットを取って宝塚に戻ったのに30分程度簡単な連絡事項を伝えられて終わるというだけのことも、それはオンラインでも良かったのだ。だからそこら辺がアナログなんでしょうね。別にオンラインでいいじゃないですか、いちいち来てね、要件言うだけって話でしょ。劇団員のことをどれだけ大切にしているのか疑問に思ってしまいますし、旧態依然としたこの組織に本当に変われるのか不安に思っていますと現役の劇団員は言っていると。もう LINE がね、僕はね書いてあるのがいくつかあるんですけど、やけど刺された、やけど刺されたってでもどういう意味なんですかね。茶色になってる、最悪、失敗でわざとな気がする、あとならんかなとかね、まあまあ母親に送ってるメッセージなんでね、なんか屈託のない喋りをしてるんだと思うんですけど、その後、怒られるかなと思うと LINE を送ったアリアさん、今から支度する、怒られてた、まだ帰れんわ、上の人おるから帰れん、などのメッセージを送った。これだから上の人がいると帰れないっていうね、なんかそういうのもプレッシャーもあるんですよね。下級生の指導役という責任がある立場を務めていたアリアさんは、上級生たちから下級生の失敗すべてあんたのもんやと、土星や嘘つき野郎などの罵声も日常的に浴びていた。母親に送った LINE の中には、ごめんな、やめたい、やめたい言って、もう決めたから言いに行くわ、今まで支えてくれてありがとう、昨日でも結構きつくて今回まあまあの出番ももらえてるし、芸事に毎日必死で追われてると思う、やめたらすっきりすると思う、といった弱音や進路の悩みを送っていた。有谷さんは10月の新人公演を乗り切った後、劇団員としての自身のキャリアに一区切りをつけようとしていた。まあでもその前にね、夏に本当は辞めるって言ってたんですよね。そして親御さんは、何日も何時間も感情に任せて叱責され、すいませんでしたということしか許されず、泣きながら謝り続けている娘の姿を想像すると、憤懣やる方ない思いで、まあだからこれは本当そういうことですよね。まあいろんなご意見がね、いろいろあったと思うんですよ。でも親御さんの意見がそれが率直なんじゃないですかねと思いますよね。文春がこれをスクープしなければよかったとか、果たして有谷さんに対してのこれはパワハラなのかとか、なんかいろんな意見もなんか見てるとあったりとかするけど、に実質的に亡くなりましたからね、自殺を図って、まあ、そのね、前段階として理不尽な叱責を毎日毎日受け続けて、おかしくなって飛び降り自殺してるわけですから、まあそれは親御さんからしたらもう許せないと思うっていうのは当然の気持ちだと思いますよ。